あの鳥の迎撃ポイントは決まったの？クリウスを狙うなら必ずここを通るはずだ。この谷で奴を迎え撃つ。必ず止める。これより作戦にかかる。援護頼むぞ。このケンファーで一気に肩をつけてやるぜ。くれ！そこ！よかった、鉄火団のみんなが戻ってきてる。橋までの進行が早い。これじゃ歴史にまたズレが出ちゃう。全速力で追って、小隊長。2番隊、モビルアーマーの足を止めてください。やってやろうじゃねえか。頼りにしてるよ、筋肉隊隊長。小隊長さんもマッハで追って。ブレイクミッションでは見るだけだったけど、これがハシュマル。無人機にこんな機動性だ。ユノ、聞こえるか？友人たちが警告を爆破する仕掛けをしてる。2番隊を中心にその時間を稼いでくれ。ここは任されたぜ、大将。了解です、団長。行方不明だった鉄火団メンバーは全員健在。あとは今の我々は手を組む必要がある。うらうらとした、決まっていくぞ。敵の注意がこっちに。え、砲撃。これぞ正義の一撃。なんでそっちから？進路が変わっちゃう。そうだ、あのご当主様もいたんだった。意欲様め、バカは死んでも治らない。団長、モビルアーマーが進路変更。なんだと？余計な砲撃で南東へ移動中です。南東だと？農業プラントがありやがる。ニカ、今さら迎撃ポイントは変えられねえ。なんとかしのいで奴の進路を引き戻してくれ。分かった。この先が農業プラントね。三日月くんは今向かってる。鳥が見えるよ。ミカ、アキロも行かせる。そこはシスだ。分かった。は？なんだこれ。仕方がねえ、俺がおとりになる。ダメ、アキールくん。何、どうしたの？団長さん、グシオン機能停止。ガンダムフレーム以外で援軍を出してください。さくら、何が起きてる？詳しくはカット君に確認を。こちらは何とかします。分かった、粘ってくれ。さくら、ガンダムたちに。うわ、そっちはダメ。チャドさんのランドマンロディ、注意を引きつけて。痛そう。よし、これなら。団長、チャドさんの手柄です。モビルアーマーの作戦ルートへの誘導に成功。でも想定より足が速い。爆破は間に合わないよ。ああ、シノのフラウロスを使う。ラウロスってガンダムフレームでしょ？近づいたらまた電磁投射砲、いわゆるレールガン装備の射撃特化機体だよ。近づかずに攻撃できるってわけ。ガンキャノンの強烈なやつってことね。おまけを分断した後は今ある総力でモビルアーマーを叩く。それであいつをやれる。ノルバシド四代目流星号、行くぜ。うなれギャラクシーキャノン発射。地面ごと崖を撃ち抜いた。すごい威力。ハシマルとブルーマの分断成功。当てる。周りに落ちてるのは爆弾？うん、もともとは崖を崩すためのものだね。小隊長、爆弾を撃って敵をまとめて吹き飛ばすの。
この先の崖崩れを乗り越えたら、いよいよ天使との対決だよ。そこだ。純章さんとジュリエッタさんが始まると交戦中。ガンダムフレームが動けない今、私たちでやるしか。お二人もお願いします。七星勲章は私の手でラスカル様のもとに。命がけだよ、私もな。小隊長、鉄火団が配置してくれた爆弾があるわ。あれを撃てば爆発に巻き込めるかも。うまく近くにおびき寄せてから狙ってみて。あとはどこまでやれるかだけど。生死の通りなら、この後彼が動く。オルガ、俺が出るよ。ミカ、お前は横で見て。今度そのリミッターってのに異常があれば、お前は。オルガ、俺に言ったよね、最短で行くって。それとこれとじゃ話が違う。第一、そのためにお前が犠牲になるんじゃ。何言ってるの。俺の命はバルバトス、あれはお前の命なんだ。余計な鎖は外してやるから、見せてみろ、お前の力。どうしてガンダムフレームが。まさか、あの屋敷のリミッターを緩めたの。機体のシステムとの干渉を避けるためにはそれしかないんだよ。だからこそのあの動きなのね。でも、彼の体は。なんて力。バルバトス、これガンダムフレームの最大出力。リミッターを無視して戦い続けたらどうなるの。エドモントンでの戦い覚えてる。グレイズアインと戦った地球の。あの戦いの影響で三日月君は右目と右腕の機能を失ってる。そんな。まだ倒れねえのか。モビルアーマーどうなってやがる。豊かさを求めた人間は生み出した殺戮兵器。やっぱり普通じゃない。まずいよ、バルバトスの稼働時間も長すぎる。ミカ！大丈夫バルバトス、使ってやるからもっとよこせ。こんなもんかよ、お前の力は。荒屋敷側のリミッターを完全に外した。それじゃ三日月君は。ああ、ちょうどいい。これなら殺しきれる。この程度俺に任せとけ。直撃させる。やるな。終わりはしない。終わりな。食らえ！直撃させる！かわせるか！感じ、これはどうだ？使わせてもらう！そこだ！三日月君、意識を失ってるみたい。これが厄災性を終わらせた力。彼は大丈夫なの。命に別状はないよ。命にはだけど。作戦は終了だ。よくやってくれた。直撃させる。頼りになるね。